ドラグ級駆逐艦は第一次世界大戦前にノルウェー海軍が建造した駆逐艦の艦級である。本級はノルウェー海軍が自国の沿岸防御のために1906年度艦隊計画に基づいて3隻が国産されたクラスである。推進機関は1番2番艦はレシプロ機関だが3番艦のみ蒸気タービンを採用していた。写真は1910年に撮られた。 駆逐艦、トロール本級の船体形状は艦首の未完元の高い単船主楼型船体で、バルト海でのしのげなみ性は良好であった。垂直に切り立った艦首から手法として7.6センチメートル速射砲を棒立ての、ついた単装砲がで、艦首艦板上に一機、その後方に、箱型の操打環境を基部とする単脚式の全部マストが立つ。船艦から一段。 下がった船体中央部には4本煙突が等間隔に立ち、その周囲にはキセル型の通風筒が立ち並び、空いた場所は関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが片弦1組で計2組により運用された。原則間板上に45センチメートル炭素魚雷発射管が片弦に1機ずつ配置され、 それを前後から挟むように 7.6cm 炭素速射砲が1番煙突と4番煙突の側面に1機ずつの型原因に1機ずつ配置された。後部看板上に箱型の見張り小規部として後部マストが立ち、その直下に 7.6cm 速射砲を後ろ向きに1機を配置し、完備看板上に 45cm 炭素魚雷発射管1機を配置した。 手法はアームストロング 7.6cm 速射砲を採用している。その性能は重量 5.87kg の砲弾を最大行角40度で 1740m まで届かせられるこの砲を単装砲で6機を搭載した。砲がの不行能力は行角42度、深く10度である。さらに旋回角度は360度の旋回角度を持っていた。 砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分15発である。対艦攻撃用に45センチメートル、魚雷発射艦を、炭素3機を搭載した。竣工後の1939年に他22.7ミリメートル、機準1丁を装備した。ありがとうございます。